どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は竹中半兵衛使っていきます。大好きなキャラなのよ。大好きなキャラクターでしかも強い、特にボス戦で強いので使ってみましょう。それでは竹中半兵衛の技を見ていきましょう。こうなってます。固有チャージがチャージ2、そしてチャージ7となってます。チャージ2よっ、散らかせにゃー、このポンっていう音がいいよね。この発生する丸い玉、これ自体にはダメージあんまりないんだけども、これを叩くことによってものすげえダメージを出します。チャージ7、チャージ7は高威力、そして高ヒット数という技になります。半兵衛はね、あんまりヒット数稼ぎにくい方なのよね。なのでこれでいくと大概 S が取れるぐらいヒット数を出すことができます。威力ももちろん高い。それでは半兵衛いきましょう。半兵衛はね、大好きなキャラだね。こいつは本当に使いやすい。もうなんだろう、半兵衛はレベルが低い頃から強かった。結構珍しくない？結構珍しいよね。他のキャラクターって結構最初ひどいもんだったでしょ。弱いなーって思うやつが大半だったけども、半兵衛はいきなり強かった。何が強いかってやっぱりこのね、丸い玉、これを叩くことによって出すダメージが半端じゃない。でメインウェポンはこれまさにね、このチャージ4だと思うんだよ。周りにバリアが出てる、これがもうとにかく強い。バリアを出した状態でボスに突っ込むだけで、もうそれだけでいいもん。それだけで勝てるんで、めちゃくちゃ強かったね。武器のスキルとか関係なしに強かった。はい、じゃあチーいくぞ。あとね、チャージ攻撃、あ、チャージ攻撃じゃないや、神速だな。神速攻撃が使いやすいっていうのもいいよね。大体このキャラはあんまり移動しないことが多いと思うんだけども、ちょっとね、ヒット数を稼いでいきましょう。戻ってくれるね。戻ってよし、そろそろ出るんじゃないかな。はい、おお、早かったね。まあ今みたいな感じでこの周りのバリアを出すだけでゴリゴリ死んでいきます。これ地獄級であったとしても、地獄級のもう最後の方のやつだとしてもゴリゴリいけるから、ね、すごいよ。じゃあで、まあいいや、危ないけども、あっちから行こう。ああ、もう出てきた。ここさ、この銃がいるからね、嫌なんだな。散らかすよ、行って。半兵衛の無双はあんまり好きじゃない。無双はあんま好きじゃないね。ああもうで動かないもん、その場で撃つから、なんかちょっと慣れないんだよな。まあ、これはこれで多分慣れていけば使い勝手がいいんだろうけども、じゃあこれで終わりだ。ごめん、よし、ここでありません。いけるかな。一応50体目標だけども、これねなかなかクリアできないやつなんだ。多分俺が兵のね選択を間違ってるっていうのがあるんだろうけど、よっしゃ、早い、めちゃくちゃ早い。半兵衛は本当にクリアタイムがえぐいぐらい早くなるからいいね。それだけ武将と戦うとき時間がかかってたっていうことなんだよね。ずらさせんなって。 OK、 ギリ
いけた。あぶねえ。まあまあこれで、確実に S ランクいったでしょう。ヒット数もね、まあ大丈夫じゃない。倒していければいい投手みたいだ。さあ聞かせていただこう。どうだ、残り3分、まだ時間はある。ここで、ため、ああいたいた、逃がさんぞ。さあ必殺のチャージ読んで、早い、ダメージえぐい、ダメージえぐい。新速攻撃の一番最後がなんか竜巻みたいなのが出て、そこでヒット数がね稼げるんで、新速が強いっていうのもやっぱねいいところだわな。待て待て、逃がさないよ。早い、聞かせてもらう、ここで貴様を撃つのが定石。3名飛んで攻撃、このちゃんと丸い球に敵が引っかかるようにして攻撃をするようにね、行きましょう。そうしないとあんまりいいからね。僕が天下無双の軍師なの、はい、よし、いい調子みたいだ。では行こう。ここを引き入れよう。あ、こっちか、違う、ここだ。迷子になった。ようわからなくなった。このまま残り2分ぐらいか、結構早いぞ。ちょっと待って、使っていく。やられろ。でも最後はねかっこよく決めたいから、これで決める。どうだ、撃ち取ったよ。はいはい、おしまい。かっこいいね。くそ。ということで今日は竹永半兵衛使ってきました。強い、むちゃくちゃ強い。もう本当にねみんなにおすすめできるキャラなので、やってみてください。とにかくチャージ4が強い、ね、ではここ でまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。